30代狙って頑張ります。ドンドン気に行くのか。攻めてきた。そうなの、私最近ゴルフ行ってないな。341ヤード行きます。ど真ん中狙い、下狙い。おー、ナイスショー、バッチリ。ナイスショー。17歳忘れてるでしょ、もう。今おじさんだったもん。逆だった、逆だった。71歳。はい、ここは一生懸命振って頑張ります。ここジュンちゃん？違う。ここジュンちゃんホールじゃないから、坂部さんだから。ジュンちゃん。はい、一生懸命頑張ります。頑張ってね。頑張ってるよ、頑張ってる。オッケーオッケー。ちょっと今ヘッドアップした。打ち下ろしだと思って打つ。うん、打ち下ろしだと思ってないよ。うん、まあまあ、オッケーオッケー、惜しい惜しい。うまい。まだいけますよ。じゃあ、ちんちゃん実況中継を。はい、とばりそうだ。このホールは打ち下ろしです。ちんちゃんってか、14番ホール、14番ホール打ち下ろしです。18、もう大丈夫ですか。ナイスドローでしょ。いい感じでしょ。置きに行かないかな。置きに行くのか。攻めてきた、攻めてきた、うん、攻めてきました。ナイスドロー打ったよ。ナイスドロー。いくよ。このアングル違い。おお、これまたいいんじゃないですか。ドミニです。左に引っ掛けてアンテナだったんで、ここは痛い。お、回った、回りました。ここから頑張ります。少しゆっくり振って。そうなの、私最近ゴルフ行ってないな。そうなの、なんで行ってないの、おかしくない、そんなの。明日行っちゃおうかな、私も。カオス劇場がすごいな。っていう感じ。って感じじゃん。っていう感じですぐ行きたくなるよね。うん、で、多分リサちゃんに
リサちゃんがお腹痛いって。リサちゃんも今日バーディー取ったんだよね。いや笑っちゃったよな。リサちゃんも今日バーディー取ったんだよね。そうそう、リサちゃんに電話する。ジュンちゃんがさバーディー取って、リサちゃんが今日バーディー取ったんだよね私も。ジュンちゃんやばすぎるでしょ。あ、喜劇場どうでしたか。いや最高だよ。本当よかった。本当あのね、冠番組モテると思う。本当に本当に青木純のなんだろう、なんだろう、青木純の、青木純の、うん、永遠のセブンティーンチャンネル。永遠、そこ全然ゴルフ関係ないやつね。永遠のセブンティーンゴルフとかじゃなくてセブンティーンチャンネル。そう、チャンネル、セブンティーンチャンネル。皆さん、新しい新番組のタイトルが決まりました。青木純の永遠のセブンティーンチャンネルです。なんかみたいなっていうかさーとか言うやつ。わかる、古い。全然わかんない、めっちゃ2人笑ってるけど全然わかんないんだけど。待ち時間は永遠の17歳の一人劇場ちょっと。やばいよ、ネタ考えてこないとさ。そしたら涙止まんなくなった。もうポニーテールにしちゃうかな。ポニーテールってさ、男を気にしたみたいな。はい、振り向いて。ポニーテールってさ、男を気にしたそこ大事だから、その後ろ姿とかこういうやつでしょ、うん、大事。何大事だから。でもさ、振り向いたらさ、ブスってやったりとかするじゃんとか男子よくいない。ゴルフ場でさ、あ、なんか可愛い子いると思ってみたいな。誰なの？大丈夫？分かんない。あるあるでしょ。あるあるでしょ。東京の喋り方だ。分かんない。だから昭和感すごいんだって自分なんかそういうあるある話す人いない？ピョン、ピョン。はい。ダボ？ボギー？ボギー？マン、マン、マンペナ。私トリだよ。マンペナ3オン2パット。はい、次打ちます。ロックの左キャットだよ。今日は鎌倉パブリックに来ています。全然上がんない、見てないんだけど私だよ。マンホール YouTube で見てください。あとはここだけ載せます。おー、ナイスショー。てかすごい、なんか調子上がってきてません？調子上がってきたね。よいしょ、どんどん降ってきてる。ちょっとコースギリギリ狙うね、右側。バチンって言ってました。バチンって言ったけど飛びすぎだよ。嫌なとこやな。帰りたい今日は。どうしよう。でもスコアは真剣よ、見たらわかる。本当、うん、そう、そうです、ね、大丈夫、ついていけてる。2オーバーだよ。そうだね、こんなことしながらもできちゃう、うん、だって5オーバーぐらい。そうだね、だからね、3球で上がってくるよ。7、ちょっともう一回やり直そう。もう一回出だしからだってもう取り直し、取り直し、やり直し、やり直し、やり直しよく言ってた。最初そう、最初よく打った後、ね、やり直し、もう一回もう一回、もう一回やめて、やめて、やめて。そうだよね、最初の頃本当嫌だったって言ったもんね。本当嫌で、本当嫌で、毎回本当やめてって取り直しって言って全部忘れたもん、うん。打ってたけどね。いや、なんか取り直しって言いたくなるんだけど、心的には、あ、名前じゃない、名前じゃない、かからな、かからな、違う違う、名前じゃない、あの気持ちの話、心的には、なんか今からな、気持ち悪かったし、気持ち悪かったよね。心的すごい違和感感じた今。何今、かからな、かから的に50ぐらいか。なんだか当たりが良くないですね、私今日が。とりあえずアプローチでごまかしてる感は今日は満載です。打ち出し方向しっかり。
光がやばい。サブグリーンに乗りました。なんでだろうな、ここが定まんないよ。悲しい、純悲しい。ミラクルは起きるかもしれないやつが前にあるから。楽しみにしてもらえたら嬉しいです。はい、ではまた、バイバーイ。待ってます。